ですと、上位表示の方を知りたいですということですね。検索上位、まあ、Google 検索で、要は SEO ですよね。ワードプレスで SEO 対策ですね。上位表示、検索上位に表示させるにはどうすればいいでしょうかということなんですけども、まあ、ワードプレスはですね、きちんとやれば、無料のドメイン、無料の要はブログよりも強いんですよね。例えばアメブロとかですね、みんながやってたり、すぐに使えそうだと、で無料で使えるっていうことでやってしまうと、後でですね、痛い目見るんですよね。例えばサービスが急に終わってしまうとか、まあ、アメブロだったらそうそうないとしてもですね、サービスの規約が変更されるとかあるので、やっぱり独自ドメインでワードプレスやると、でそうなると SEO もですね、結局ワードプレス強いんですよね。ロングテールキーワードっていう、いわゆる弱いキーワードでですね、入れていくという方法をやればいいということですね。まあ、LINE の方で聞いてもらえばいいかなと思います。海外移住された方から動画マーケティングの